どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイトハピタスの 20% 増量キャンペーンがですね延長になりましたんで、今回ね解説もう一回出しておきたいと思います。最大交換レートはね ANA マイル 93.7%、 JAL マイルが 62.5% になるキャンペーンというふうになってまして、まあ、かなりね高い交換率でね、ANA マイル、JAL マイルにね交換することができますので、ハピタスのねキャンペーンがおすすめっていうふうになっております。今回のキャンペーンの概要なんですけども、今回のキャンペーンは今現在もやっていて、1ヶ月延長ということで、6月30日の23時59分まで延長っていう風になりました。キャンペーンのポイント交換ルートなんですけども、ポイントサイトハピタスからドットマネーに経由した後に、東急ポイント、JAL マイル、ANA マイルに交換すると 20% のねポイントバックが受けれるっていうキャンペーンになっております。でポイントバックされる先なんですけども、今回これハピタスのキャンペーンなんですけども、ポイント付与されるのはですねドットマネーになっておりますんで、この点ね注意してくださいね。ハピタスにポイントが入るわけではありません。ドットマネーの方に入ります。で、今回のキャンペーンの交換上限なんですけども、1万2000ポイントっていう風になっておりますんで、ポイントサイトハピタスは1ポイント1円ということですんで、1万2000円分のねポイントっていう風になっております。で上限が1万2000ポイントなので、まあ、それの 20% がポイントバックされるということですんで、最大で2400ポイントがねポイントバックされるっていう風になります。で今回のキャンペーンの参加上限なんですけども、対象案件を1万5000円分の利用っていう風になっております。次にですね、今回のポイント交換のルートをちょっと図にしましたので、まあこんな感じにね、なっていきます。ポイントサイトハピタスから1万2000分を、ドットマネーに交換して、それを東急ポイントに交換して、まあそれを ANA マイルっていう感じで、まさに、こちらが、まあ、東急ルートでね利用すると、93.7% で、交換することができます。こちら実質ってやつですね。JAL マイルの場合は、1万2000分のポイントを、ドットマネーに交換して、ドットマネーから JAL マイル直接交換で、6000マイルっていう風になっております。こちら 62.5% の交換率という風になっております。で今回のキャンペーンなんですけども、このドットマネーからですね東急ルートを挟まないで ANA マイルに交換しても、今回のキャンペーンはね対象っていう風になるんですけども、ちょっと著しくですねポイント交換率下がりますんで、ちょっとこちらはねおすすめできないので、ちょっと図の方にはね割愛させていただきました。で今回のキャンペーンの対象案件なんですけども、今までねこのキャンペーンの対象案件って、まあ、かなりね少なくてですね、なかなか利用しづらい部分があったんですけども、まあ、今回の延長に伴って対象案件というのはねかなり広がりました。今から申し上げる案件以外は、対象っていう風になっております。楽天市場、楽天24、資生堂、商品購入ですかね、こちら、あとモニター案件ですね、こちらは、今回のこのキャンペーンはね対象外っていう風になりますんで、まあ、これ以外でしたらね、まあ、どの案件でも今回のキャンペーンはね対象という風になりますんで、まあ、かなりの改善点ですよね。前回まではね対象案件がかなり少なかったので、利用しづらかった部分が、まあ、今回ね広がったっていう形になります。ですので今申し上げた案件以外を1万5000分の案件をね利用すると、まあ、今回のキャンペーンがね対象っていう風になります。でですね、案件を利用してポイント中長に6月中に判定中となれば、今回のキャンペーンね対象っていう風になりまして、その判定中の案件が9月30日の23時59分までにね有効っていう風になれば、まあ、今回のキャンペーンはね対象っていう風になります。で、ポイントバックされるねポイントの付与時期なんですけども、こちらねこの判定中の案件が、まあ、有効になるタイミングで付与されるね、時期が異なるっていう感じになってまして、7月31日までに条件満たした場合は8月の中旬、8月31日までに条件満たした場合は9月の中旬、9月30日までに条件満たした方は10月の中旬っていう風になってますんで、条件を満たしたね約1ヶ月以内にポイントが
ドットマネーに付与されるっていう形になります。次にですね、今回のキャンペーンの注意事項ですね。今回のキャンペーンは1人1回適用っていう風になっておりまして、交換ポイント自体は6月の末までにね利用する必要がありますので、今回のキャンペーンの上限である1万2000ポイント分を今現在保有している方はいいんですけども、これからねポイントを取得する方はですね、ポイントサイトハピタスの案件にはですね、判定目安っていうのがね、書いておりますんで、まあ、そちらの記載に従ってね、まあ、案件利用していただくのがね一番いいんじゃないかなと思います。まあ、というのも今からね6月末までに交換しなきゃいけないってなるとですね、あと1ヶ月ぐらいしかないですよね。ですのでいくら案件をね利用したとしてもポイントがね交換できるポイントがなかったら全然意味がないので、判定目安をね確実に確認していただいて6月いっぱいまでにねポイントがちゃんとね付与される案件をね利用するようにしてください。それではですね、今回のキャンペーンで付与されるポイントなんですけども、ドットマネーにね付与されますっていう話をしましたけども、これ付与されるのがですね全て月の中旬に付与されるんですよね。で有効期限がですねその月の月末までしか有効期限ないんですよね。ですのでだいたい長くても15日間ぐらいしかねこのキャンペーンで付与されるポイントが有効期限ありませんので、その点はね本当に注意してくださいね。先ほどね条件を満たしたタイミングで、付与される時期っていうのはね、違いますけども、これ15日間ねほっといてしまうと、今回せっかく 20% ねポイントバックされたポイントが失効してしまいますんでね、本当にこの点はね注意するようにしてください。ちょっとね個人的にはここのね有効期限っていうのはもうちょっと伸ばしていただきたかったなっていうのは個人的な意見なんですけどもね、こればっかりはしょうがないので本当にこの15日間ね本当に見逃さないようにねしてくださいね。いかがだったでしょうか。今回は、ポイントサイトハピタスの、20% ポイントバック増量キャンペーンを、解説させていただきましたけども、今回のキャンペーンですね、これからねポイントを獲得する方向けっていうよりかは、現時点でね、ポイントをある程度持っている方向けのね、キャンペーンなんじゃないかなって個人的には思います。延長していただけるのはねちょっとありがたいんですけども、こういうキャンペーン自体はですねやっぱり単月でやられてしまうとですねちょっと利用しづらい部分がありますよね。今ね5月の末でポイントね交換完了自体が6月いっぱいまでにしなきゃいけないんで、ってなるとやっぱりクレジットカード案件ね1枚利用しようってなってもですね、やっぱりクレジットカード案件にももちろんよるんですけども、そのポイントがすぐ付与されるね、クレジットカード案件ってなかなか少ないんですよね。特に、クレジットカード発行案件でも、クレジットカード発行だけの案件だったらね、結構ポイント付与早かったりするんですけど、これがクレジットカード発行と、いくらまで利用してくださいみたいなね、こういう案件だとですね、正直、1ヶ月以内にね、付与されるってこと、私の経験だとほとんどないんですよね。ですので、こういうね、ポイントアップのキャンペーンはですね、できればもうちょっとね長期間でねやっていただけるとね、ありがたいなっていうのはね個人的意見なんですよね。その方がやっぱり集中してポイント増量キャンペーンやってるからこのポイントサイト使おうみたいな感じでね、利用しやすいですよね。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルではですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、マリオットボンボイホテル、あとお得情報、クレジットカードね、これからね、ちょっと緊急事態宣言も解除されてきましたので、これからね、私の大好きな街のニューヨークのね、案内動画もね、順次、出していきたいなと思っておりますんで、もしよければね、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。